こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はららぽーと豊洲にあるキッザニアを紹介したいと思います。はい、以前ですね、初めてキッザニア行ってみたんですよ。はい、その行った感想を話したいと思います。はい、まずですね、行ったのは平日の火曜日に行きました。はい、というのも開校記念日でね、ちょっと行ってきました。はい、で事前に何を体験したいのかとか、どういう職業をやりたいのかっていうのをちょっとね、子供とすり合わせしてから行こうかなと思ったんですが、結構子供あるあるで、あんまりね、初めてのところだから途中でちょっと渋るみたいなあんまりなんか別に行っても行かなくてもいいなみたいな感じだったんですけど、最終的にはですね、行ったら本当に楽しくて、もう子供もまた行こうねみたいな感じで、もう大満足なキッザニアでした。はい、で事前の下調べは多少はしたんですが、もう全然ノープランで初めは行きました。で行く前に結構ブログとかでお母様たちがこういうのを持ってった方がいいよとか、こういうスケジュールで行った方がいいよとかね、多少はちょっと下調べしたんですが、私が行って気づいたこととしては、本当に私自身母親はもう軽装で歩きやすい靴で、結構こう私もね、いろいろ出し入れしたりするので、こうちっちゃいね、ショルダーバッグとかリュックとショルダーバッグがあるといいなと思いました。はい、で子供もですね、結構そのね、こういった首からかけるポーチを持ってった方がいいよっていうのはあったんですが、これもですね、三井住友銀行さんのこのお財布みたいなのも、はい、これもですね、キッザニアで銀行口座を作ればもらえるので、まあらかじめこういったもの用意しなくても向こうでゲットできるので大丈夫だと思いました。キッザニアに行って一番良かったなと思うのは、キッザニアってキッツォというキッザニアでしか使えない通貨があるんですが、初めはですね、この職業体験することによってキッツォを貯めて、そのキッツォをいろんなね、アイスクリーム買ったりとか、ね、体験でお金使ったり、使うぞっていうね、そっちの方がね、お金貯めてお金使うぞみたいな感じで息子はなるんかなと思ったんですが、最後はですね、キッズをいっぱい貯めて銀行に預けたいっていう風に気持ちが変わってきてですね、もう最後時間ギリギリまでね、体験をしてキッズを貯めて、最後ギリギリ銀行に行ってキッズを預けるっていうので、もう本当本人もすごい達成感があったみたいで良かったです。はい、結構こうね、自分の労働によって対価を得る、それが楽しいに変わったのがすごくいい変化だなと思いました。はい、でそうですね、もうね、話すと長くはなってしまうんですが、私が行ったのは、9時から5時の体験です。はい、9時から5時の6時間だったんですが、もうあっという間にね、6時間経ってしまうので、はい、本当充実した時間でしたね。はい、でまずですね、キッザニア入店すると、私は9時からの会で8時半にはキッザニアの中にインしました。はい、でその際にこういったですね、スケジュールカードをもらえて、そこにですね、予約していくんですね。はい、で一つの体験が終わってから次の体験を予約できるようになっているので、ファストパス的なものはないんですね、一切。はい、なのでだいたい6時間で回れる回数は、私息子はですね、6箇所回ったんですが、おそらくこれぐらいになるかなとは思います。はい、ちゃんと考えて行動されてる方でも、だいたいこれぐらいの6箇所7箇所ぐらいの職業体験ができるかなといった感じです。はい、こういったですね、体験のカードがもらえるようになっているので、何を体験したかなっていうのは、このスケジュールカードと一緒にね、分かるのでいいですよね。はい、で最初に体験したのは消防士でした。はい、行く前に何やろうかなっていうのは多少は考えてはいたんですが、いざ会場に行くと、
結構興奮状態になって、あれやりたいこれやりたいみたいな感じですごく子供って目移りするんですが、一番最初は消防士を体験しました。はい、これも30分ぐらいの体験だったんですが、結構ね、水を放射したり、消防士の服装に着替えて掛け声をかけたり、はい、で息子ですね、小学3年生でちょっと大きめ、一緒に体験したお子様は7、8名ぐらいいらっしゃったんですが、その中で一番大きかったので、なんかリーダーみたいな感じになって、こうね、掛け声をするぞみたいな感じの係になってたんですが、はい、でキッザニアでは結構英語での掛け声とか英語で体験するとか、そういったものを結構取り入れてますね。なのでね、消防士になって英語でちょっとね、やってましたね。なんかレッツトライじゃないけど、なんかやってましたね。レッツゴーじゃないけど、なんかそんな感じでした。はい、で最初に体験したのは消防士で、次にはですね、地下鉄の運転手ですね。はい、でここは東京メトロさんがスポンサーになってやってました、地下鉄。はい、こんな感じですね。地下鉄のカードもありました。はい、で結構ね、地下鉄の制服、車掌さんの制服が可愛かったなっていう印象です。はい、で続いてクライミングですね。高所の電気作業ですとか、鍵穴の作業ですとか、ビルメンテナンスとか、そういったのを請け負ってる会社さんだったみたいですね。はい、で続いて発明工房ですね。はい、発明家の仕事も体験しました。ここはですね、残念ながら私が行った2023年10月かなで、ちょっとね、10月末で終わってしまった体験なんですが、幼児教室などを展開されている会社さんが作ってらっしゃって、結構ね、紙飛行機を使った実験をしていましたね。羽の向き、尾翼の向き、ね、胴体の形、それによってどういった飛び方に違いがあるのかっていうのを30分ぐらい研究して、自分でノートにまとめて、はい、それを持って帰るというものでしたね。すごく結構ちょっと高難易度設定な体験でしたね。はい、で続いて運転免許。はい、ここもですね、運転免許を取ったんですよ。ちょっとね、免許証あるんですけどはい、こちらは三菱自動車さんがスポンサーになってて、運転免許、疑似運転で運転免許を取ってましたね。うん、すごい。はい、で最後にガソリンスタンドのサービススタッフ、はい、をやってましたね。はい、ガソリンスタンドで、ここも三菱自動車さんがやってらっしゃってて、自動車をレンタカーで借りるお客様に対して、ガソリンスタンド、ガソリンを入れるというお仕事をしてました。はい、でこれで6つの体験ですね。でガソリンスタンドで最後報酬を得て、それを最後このね、三井住友銀行のキャッシュカードがあるので、そこに預けるというのをしてました。実は銀行に預けると金利がつくんですよ何パーセントだったかな、半年で 1% ぐらいだったかな、1年で 2%、それぐらいの金利が半年ごとにつくみたいで、結構お子様こぞってね、入金してましたね。はい、キャッシュカードもね、結構本格的なんですよ。はい、こんな感じでね、キャッシュカード、はい、で息子はですね、キャッシュカード自分で作るのももちろん初めてでしたし、キャッシュカードでね、入金する出金するっていうのも初めてだったので、なんかね、4桁の暗証番号を選ぶみたいなんですが、今回このキッザニアではもう毎回適当な4桁の番号でよくて、はい、なんかね、暗証番号何番だったっけって言ってたんですけど、何番でもね、通用するっていうキャッシュカードですね。はい、ね、素敵ですよね。はい、まあ、ちょっと長くはなってしまいましたが、こんな感じで、はい、キッザニア行ってまいりました。で9時から5時まで、9時から3時までの体験の中で、途中でお昼ご飯も食べました。でお昼ご飯はモスバーガーで食べました。はい、モスバーガーの職業体験もあったんですが、今回はモスバーガーを久々に食べて、はい、実は息子はね、お昼にモスバーガー食べたのが実は一番楽しかったんだとかね、なんとか言ってましたけど、本当に本人
も充実した時間だったみたいで、もう最後はね駆け足でね、お金をね入金するぞっていうその姿が本当に一番印象的でした。はい、ということで駆け足でしたが、キッザニアに行ってきた紹介でした。ご清聴ありがとうございました。